おはようございます。任用卒就活生の稲山です。今日は僕がゴリゴリに就活をしていた一日を完全再現した動画になっています。お前の起床シーン誰が見ると思いながら撮影しました。僕は怠惰で予定がないと起きられないので、朝早い時間に OB 訪問や説明会を入れていました。ただ企業の説明会はブッチしたくなってしまうので、 OB 訪問を入れておくことを強く勧めます。オフィス近くのカフェに来ました。自宅だとベッドにダイブしてしまうので、自己分析や記号研究は基本カフェでやっています。普段は面接動画や企業説明の動画を 1.5 倍で聞きながら作業しています。目も耳も就活します。今日は撮影した動画のサムネイル作成が残っているので、ダイアリーオフィスに移動して就活します。僕はベンチャーやコンサル企業を志望しているので、 JobTV でそういった企業の説明会動画を見ています。JobTV を使い始めたきっかけは、ダイアリーのアイドル、おすず先輩が見ていたからでした。実際に使ってみると、業界を問わずまとめて説明会を見ることができるので、めちゃくちゃ便利でした。僕はダイアリーのインターンをしすぎて、説明会にあまり参加できていないので、その分 JobTV で効率よく企業を探しました。倍速で視聴できるので、タイパが最高です。ランチの時間も無駄にはできないので、できるだけ時間を有効活用するためにコンビニで済ませます。食事中も JobTV の説明会動画を 1.5 倍で流しながら食べます。以前箸の持ち方がおかしいとコメント欄に書かれてしまったのですが、まだ治っていませんでした。すぐに直すのでコメントには書かないでください。しゅんさんが帰ってきて、後ろでもう大学生がコンビニ飯食べるシーンいるとか言っています。本当に失礼な主張です。次は自己 PR 動画の撮影をしていきます。しゅんダイアリーの銀の盾をこっそりお借りします。ガチ盗んでる。自己 PR の良し悪しは画質で決まるわけではないですが、モチベは上がります。録画面接用に撮ったのですが、 JobTV に自己紹介と自己 PR の動画をエントリーしておくとスカウトが来るようなので、こちらもアップロードしておきます。スカウトサービスを使わない人もいると思いますが、僕はワンチャンいい企業に出会える、書類選考カットのスカウトですぐに面接の場数が踏めるという2つの理由からスカウトサービスを使っています。銀の盾を持つなど、文字では伝えづらいアピールができるので、動画のオファーサービスは重宝しています。銀の盾はバレないようにこっそり返しておきました。マインドマップやモチベーショングラフなど、いろんな自己分析の手法を使ったのですが、なんだかんだ人に話すのが一番の自己分析になるなと感じています。友達に話すのもいいですが、やはり恥ずかしいので、とりあえず面接を受けまくるというのが一番いいのかなと個人的には思っています。今日は完全再現の動画ですが、ガチの対面の面接が一つ残っていたので、スーツに着替えて行ってきます。対面の面接は久しぶりなので緊張します。撮影に夢中になりすぎて靴を履き替えるのを忘れてしまいました。あ、もう面接終わった。終わりました。もう絶対受かりました。そんな自信あることある？バチバチ決まりました。うちに気になるんやけど、どこでそんなあれなの？絶対受かったと思った。確信したの？いや、もう会話も弾んで、で、あの面接官のおじさんもすごいニコニコしてて、で、俺も決まったなと思いながら胸張って帰ってくれたんで、バチクソ終わりました。素晴らしい。よかった。ありがとうございます。ぜひその感情を失わずに頑張ってほしい。面接も無事終わり、担当したサイバー落ち座談会のサムネイルを作ります。この動画は落ちた人に勇気を与える動画にしようと思ったのですが、コメント欄でちょっと怒られてしまいました。ごめんなさい。でも頑張って作ったので、ぜひ見てください。高評価もよろしくお願いします。これで今日の業務は終わったので、帰り際にカフェに寄って就活をします。カフェでは次の面接の志望動機を考えます。志望動機はいつもワンノートにまとめています。僕の就活で忙しい一日はこんな感じです。今の時期、たくさんの企業からお祈りをくらって押し込むこともあると思いますが、どうにかなると信じて一緒に頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機が参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。